ね、よくいただく質問のお答えとしてお伝えしていきます。カラーシャンプー、カラートリートメントいいんですか？これもね、すごいよく聞かれます。これもね、目的とものによるんですけど、基本は良いものと認識してもらって大丈夫です。カラーシャンプー、カラートリートメントを使う人ってね、大きく2つに分けられるんですよ。一つは白髪を染めたいっていう人、もう一個はカラーの色を付与させたい、もしくは色持ちを良くさせたいっていう、質感の向上の目的の人。この2つのパターンに対してはそれぞれ、効果があると言える可能性が高い。でこれね、どっちもね、髪質と製品の相性もあるから、カラーシャンプー、カラートリートメントだったら何でもいいとも言えないの。だからね、まあ、大体いいんですけど、噛み合わせさえ悪くなければ大体良いです。あとまあ使い方もね、ちゃんと書いてあって、まあ、どっちも大体長く時間を置いた方がいいよとか、水分、もともとの髪の吸っちゃってる水分をある程度絞って水気を少なくしてからやった方がいいよとか、コツはあるんですよ。水気が残った状態だとね、そのカラーシャンプー、カラートリートメントの色素自体が薄くなっちゃうから、染まりもちょっと弱くなりやすかったりするんですね。ので、まあ、そういうコツも踏まえた上でやれば、まあ、大体はいいものだよってことなので、いいんですかって聞かれたら、まあうん、大体いいっすよって。でもこれもやっぱ人によるし物によるから、まあ、その何のものを使うのかっていうのもね、大切なので、まあ、それも相談してもらえたらお答えできるっていうところなので、ここの、ご質問として担当の美容師にしっかり聞いてきてもらえるとより良い答えが聞けると思います。